アザチオプリンとは、免疫抑制薬の一つである。アザチオプリンはプロドラッグであり、グルタチオンなどと反応して、メルカプトプリンを生成する。メルカプトプリンは、プリンヌクレオチドの合成を阻害するため、結果として DNA 合成を抑制する。日本での製品名はイムラン、アザニン。1962年、バローズウェルカム研究所にて、 ジョージ・ヒッチングスとガートルード・エリオンにより開発された。全身性血管炎、全身性エリテマトーデスタ発性筋炎、皮膚筋炎全身性胸皮症混合性、結合組織病血管炎症候群の一つである、安価関連血管炎については、ミコフェノール酸モフェチルよりも寛解維持に優れていた。自己免疫性肝炎様々な副作用が出やすい。特に注意が必要なのは、 骨髄抑制に伴う血液障害や肝障害、ウイルス性肝炎や間質性肺炎などの再発を含めた各種の感染症である。皮下出血など出血傾向、発熱や喉の痛み、皮膚の発赤や水膨れ、皮膚や白目が黄色くなるといった症状も現れる可能性があるので注意が必要である。その他、食欲不振、吐き気、 オートなども頻度が高い。また、稀に脱毛、口内炎、絶炎、関節痛、筋肉痛なども見られることがある。これらの症状はすぐに起こるわけではないが、将来的に白血病やリンパ腫、皮膚癌などの悪性腫瘍の発現リスクが少し高まる可能性がある。骨髄抑制は遺伝子タイプで発生時期、頻度が異なることが知られている。 脱毛患者の多くは同時に骨髄抑制も併発しており注意が必要である。キサンチンオキシダーゼ阻害薬のアロプリノールと併用するとアザチオプリンの代謝が阻害されて血中濃度が極度に上昇するため骨髄抑制などの副作用が増加する。このため併用時にはアザチオプリン投与量を8割程度減量する必要がある。一方アザチオプリンを減量して アロプリノールと併用することにより、干渉害誘発物質生成が抑制されるなど、副作用が減少し、有効率が上昇するとの報告がある。添付文書では、アザチオプリン投与中の患者において、リンパ球に染色体異常を有する子が出生したとの、症例報告がある。また、動物実験で、再起形成作用が報告されているので、本在投与中の患者には、 男女ともに否認を行わせることとの記載があるが、ヨーロッパや国内のガイドラインでは否認の必要性が議論されている。ヒムストラ TFR マイケフェナレイトモフェチル VS アザチオプリンー、レミッションメンテナンスインアントニュートラーファルサイタプラスミックアンティバディアソシエーテッドバスキアライティス A ランドマイズドコントロールドトライアルジャマ20304 2381から2388、厚生労働省薬食新医薬品、第1部会で2018年7月27日事故、免疫性肝炎の適応追加について、高知申請を了承した。ニュート 15R139C、リレーテッドサイプユーリンルコサイトピーニアイズミディテッド、バイロク、サイグファニンヌクレオチド、 インディペンデントメカニズムインジャパニーズペイションツウィズインフラマトリバウルディジーズ J ガストロオンタール2016ヤン5122から9ニュート 15R139C コゼッサイプユーリンインドストアーリーシビアヘアロスアンドルコピーニアインジャパニーズペイションツウィズアイブドファーマカジェナミックス J2016 順16280から h t t p s w w w n c b i n l m n i h g o v p u b m e d 2 6 0 7 6 9 2 4 a b a z o p r i n d e n 文書 https://www.pmda.go.jp/.pmda.sea rch スラッシュ iyakudetail スラッシュ resultd a t a s e t p d f スラッシュ4003153999005回1041113ロングタームセフティーエフィカシーオブロートーズアザチオプリンアロプリノールコテラピーインフラマトリバウルディジーズエーラージアブザーベシャネルスタディーインフラムバウルディス 2016-122-1639から46セーフティーエフェクティベネスオブロングダームアロプリノールサイプユーリンメンテナンストリートメントインインフラマトリバウルディジーズインフラムバウルディス2013フェブラリー19 363から9海洋性大腸炎クローオン病診断基準治療指針 http://ibdjapan.org/pdf/doc01.pdf <ッ>ありがとうございます。